本日、文在寅大統領と金正恩国民委員長が北朝鮮の非核化等について真剣に議論したことを北朝鮮をめぐる諸懸案の包括的な解決に向けた前向きな動きと歓迎します。 韓国政府の努力を称賛したいと考えています今回の会談を受けそして米朝首脳会談を通じ北朝鮮が具体的な行動を取ることを強く期待しています北朝鮮の今後の動向を注視してまいりますまた具体的な中身については今後 ムンンジェイ大統領から直接電話でお話を伺うことになっておりましてムン・ジェイン大統領の受け止めも含め詳しくお話を伺いたいと思っています。いずれにせよ拉致核ミサイルの包括的な解決に向けそして米朝首脳会談に向け日米韓 で、緊密に連携していきたいと思います。こうした問題の解決に向け、さらには中国やロシア、国際社会ともしっかりと連携をしていきたいと考えています。えまあ、今回の声明については、過去の声明もあります。ノムヒョン大統領とキム・ジョン・イルー委員長との間で発出された声明があります。 そうした声明とのですね、えー、比較分析等もまこないながらあ、えー、我々で、ね、今後の対応取り組みをよく考えていきたいと思います。よよえじゃあせをムンジェイン大統領あるいはトランプ大統領とも、えー、緊密に連絡連携を取り合っていきたいと考えています。